はい、サイバー法人台帳ロビンズというものがありますけれども、まあ、このサイバー法人台帳ロビンズにおける、経営労務診断サービスですね、経営労務診断サービスに関する、まあ、広報とか、ね、普及活動等の、推進を担うことを目的とした経営労務診断サービス推進員というものが、まあ、各県の社会保険労務士会ですね、2名ずつ選定をされているようなんですけれども、たまたま私もですね、滋賀県のこの、サイバー法人台帳ロビンズの、経営労務診断サービス、推進員2名のうちの1名ということで、ご指名を、滋賀県社労士会会長さんからいただきましたので、今年度ですね、この推進員としての活動を行いたいと思ってます。